はひどい。まあでもうさくさくて安っぽい。手柄の地図でも人によっちゃそれ自体が宝物。こいつはすごい財宝のありかなんだよ。信じ切った彼もとうとうその真偽を確かめる旅に出るとする。誰もが口々に彼を脅したで、たらめも地図に目が膨らんでるってたやすく一人一人を眠りしやがって。世界の神ですら彼を笑う権利なんて持たないのに。そいつはひどい出来栄えだが、コツコツ地道に作り上げた自前の船。彼にとっちゃ記念すべき最初の武器。荷物を積み別れを告げ、朝焼けの海に放放った。こらえきれず掲げた拳響き渡る時の声。そいつはひどい、どこまでもうさくさくて安っぽい。手からの地図でも誰にだってそれ自体が宝物。本当にでかい、誰もが耳疑うような夢も抜けたりでも信じ切った人によっちゃ時間になり得るだろう。誰もが遠ざかる船を呪い出したんで、願わくば高波よ悪魔となれたやつく覚悟の前に立ちはだかりやがって。夢の終わりは彼が拳を下げた時だけ。死に際の騎士、その手にグングニル。狙ったものは必ず貫く。誰もがその手を気づけば降っていた。地図の綺麗端を探してケロリ集め出したたやすく自分自身を全部にしやがって。世界の神ですわ君を笑おうとも俺は決して笑わないのや。船は今嵐の真ん中で、世界の神ですわ